皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は2月15日土曜日、ようやく土日の休み入ってまいりました。この2日間も音楽三昧のゆったりとした素晴らしい休日をお過ごしいただきたいと思います。さて今回はですね、 HX ストンプにね、注目して、ご紹介していきたいと思います。ミュージックランドキー京都店さんがですね、つい先日、フリーザトーンの 53M、グループのプログラマブルスイッチャーとね、そして、ライン6の HX ストンプのね組み合わせがね、もはや定番となりつつありますっていうねツイート、されておりましてですね、ちょうどエフェボーの方にもですね追加投稿で A 吉さんからですね、ベース用のボードなんですけども全く同じねこの、組み合わせでですね投稿がございました。今回はですね、ダークグラスのですね、ヴィンテージウルトラ、プリアンプをね追加したということでね、追加投稿いただきましたけれどもね、この HX ストンプと 53M、このスイッチャーとの組み合わせ、他をね事例見ていきましたらですね、まず東江さん、HX ストンプではなくてですね HX エフェクツなんですけどもね、こういった事例もありますし、HX ストンプに戻るとですね、ウールさんの方はですね、HX ストンプなんですけれどもスイッチャーの方がね、53M からボスの ES5 ゴルプのねプログラマブルスイッチャーのね事例、それからね伊藤さんの場合はですね HX ストンプなんですけどもスイッチャーが今度は MS3 のね、高品質のマルチ付きのねスイッチャーということでですね、HX ストンプとスイッチャーという組み合わせがですねだいぶ事例が出てきておりますのでね、ぜひとも皆様方、フェボの方でねチェックいただきたいと思います。それでは本日も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。